どうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル、プネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきましょう。ということで今回やっていく武器ステージはこちらです。時知らずいぶし工房にてワイドローラー、ノバブラスター、スプラスピナー、人四式竹筒銃こうでやっていきましょう。それではスタートです。さあ明らかに普段の声の人と違うことが分かりきっている。現状喋っている僕ですら違和感を感じるが、どこに修正したらいいかが分からないから、まあしばらくどうせ慌てたら元に戻ります。はい、ということでね、スプラトゥーンのうちでも特にね、あのサモランは時間空くことが多いんだよね。2、3回やって数日空けてまた2、3回分取ってを繰り返してるね。まあ、それの形によって声がね安定しないんだよね。よろしくね。さあ通常仕様の、特殊ウェーブでございます。運びよ。まあ大丈夫かな。ちなみに私一応時知らずいぶし工房カンスト経験ありでございます。クマフェスでしたけどね。クマフェスですけどね。カッコの懲らし書きがある。ただしクマフェスに限る。はい、納品してくれなきゃ困るよ兄さん。困るぜ。ニャンワイプペプトイズ大丈夫かーい。酒は酒があるから。そうだね。わあ、もう食っちゃってよ。反対側の地点誰もいないね。おらやったー。しゃい。わあ、これまずいね。次トリトル使いましょうか。さすがにこれはないとまずいね。ほらやっと。おーい、おーい、こっち結構落ちてんじゃん。はい、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 ナイス。まあちょっとはあれがね、リスキルできたかなとは思うけど、まあいい感じじゃないでしょうか。絶対行くとしたら竹が向こう側の対岸行った方が良かったんだろうな、これ。さあ人四式竹筒銃こう、通常使用、通常ウェーブ。竹か。一応パスパス60国ではございますので、タワーに強いです。アックス何ダメージだっけ。120ダメージぐらいだっけ。さあ固まっと。せーよっと、オッケー。痛い痛い痛い。何今の巻き込まれ方。何これ、トルネードスピンみたいになりましたから。あ、ナイス、使えて。オッケー。バタパウに鉄球もいる。あ、鉄球いるね。間に合うんだね、今の DPS。 まさか体力減らすのに間に合うとは思わなかったよ。やっわー、そのヘビは効いてない。さあ復活間に合うか。間に合ってはいるけどねーって感じ。 OK、 ナイス。せーの、わー、 OK、 間に合った。トリプルトレード全部使いました。
ここからはスプラスピナーで自分の力のみでやっていく必要があります。スプラスピナーってダメージどれぐらいだっけ？35とかだっけ？確かそれぐらい。おじゃけ一撃でやれた記憶ないんだよな。よかわいそうに。あ、オッケー、ちゃんと食えよ。あー、ただ DPS だけで言ったらまあまあ高いね。ババ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 バ、ドリードリー、ほいほいほい、せーの、うわー、上にいやつで HP30 だっけ。通常の小ジャケと比べるとなんか HP 低いっていうイメージ上だけど、これマジで、あー、ありがてー、いや、ブラッチ、何ゴー、あっ、ぶね、なんで今私の方にいくら飛んできた。明らかになんで飛んできたかわかんねえ位置からいくら飛んできたね。さあどうするよこれ。オッケー、とりあえず落とすか。ナイスラン。うわあ、これだけまずい。後ろにも何かがいる。この金数は足りました。あとは逃げればいいだけの現状。入ったわ。ナイスショット、ナイス、よく生き残りました。えらい、ナイス勝利でございます。おっしゃ、いい感じですね。一応観測スタートってことなんでね、400からやってるんで味方も強い。ただあのナイス玉の残し方だけはちょっといただけない気もするが、私もたまにやるので文句は言えない。4デスですか、死にましたね私も。でもまあ最後の一発トリプルトルネード上に投げて1人復活させられたのとか、まあ判断的には悪くはなかった。いらないやつは天高く放り投げとけっていうのはね、私は教訓として、今までの教訓として思っております。あ、やべ、ダメージ見てね、見ようと思って近づいた瞬間始まっちゃった。さあということで第2戦目やっていきましょう。リコに元気に生きろ。さあドバブラスター、声元に戻ったかな。うん、まあ大体こんな感じ。あかんねん、元の声なんて覚えてねえよ私。なんか喋ってて違和感ある時とない時があるんだよね。なんか後でね動画見返すと、なんか今日の僕声高くねみたいなの結構あるんだよ。なんで気にしたいね、負け負け、気にしたら負け負けよ。ノーバーブラッシュ、ノー、はいはいはい、あ、弾かれた、スレッカ、あー、これまずい、うー、チャンスじゃん、チャンスじゃん、ナイスじゃん、オッケーじゃん、そんなこと言わなくていいじゃん、あぶねとさ、片パに高さが合うとダメージが入ってる気がするんだけど、うわうわうわ大きね、やばいやばいやばい、縦も横もいろいろが多い。あと1個だろ、間に合う間に合う、負けないOkay.
なの絶破の使用判断は良かったでしょう。まあ、ちょっと遅かったぐらいだけど。ラスプラスピナー。メガホンとかがって思ったけど、メガホンだったらあっち3体だからな。ついでに裸も処理できるような感じのスペシャルがあればよかったんだけどね。さあパワーアップ、こっちにぶっ刺され。よっ、無理はしなくていいぜ。はいはい、肩パワー、なんと外れたわ。よっ、オッケー。届く、あ、届いたわ。いった、体力回復も兼ねて。誰の方行った？あ、向こうか。やばい。ナオ。ナナ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 ナ。いや、ちょ、足場を奪うのやめてくれ。私狙いかこれ。脳筋あと2つ、オッケー、ナイス、足りた。バッカ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 、えいえい、オッケー、ブーシュ。とりあえずちょっとでもいいから寝る。無理がやべえ。第4式竹筒銃コーン完勝。今回でも賄賂とさ、賄賂とスプスピの2つが濡れるからありがてえよね。ちゃんと寄せる、偉いわ。やっぱ高齢と隊だとみんな寄せてくれるね。地形に挟まれた今、もしかしなくてもありがて。はい、ありがてありがてありがて。あと6個、あー、ありがてえ。よいしょ、アップね、ありがとう。これだけ生存に行ってもいいな、これ。よく取って、ナイス。はい、ナイス。ナイス、オッケー。ふぅ、危ねえ。納金は足りてるけどって感じだね。でもやっぱりみんな強い、やっぱみんな強いよ。こんなになんか動きやすいとはっていう。うわー、納品係ありがて、強いな。6救出で6救出49納品、あ、じゃ生き残って納品してくれてたって方がいるね、ありがてえです。で、スプスピのダメージが見たい私です。やっぱ35で合ってね、よかったよかった。じゃ記憶は間違ってないね。ワイロが何ダメージだったかな。間に合ってくれ。
敵が100、バシャバシャが150。まあだから最高はこの速さなんだよな。まああとは縦振りか。まあ通常くらいのダメージで言えば200いくらかくらいは出るはず。さあということでやっていきましょう。さあ人呼んで竹筒中こう。あ、そうだ、ナイスって送るわけです。ありがとう、遅れたけどナイス、ありがとうね。さあ、固まりたい。うまい、うまい、今の。今のワンパンうめえな。判断、これは残しといていいや。肩よくだけでも削る。鉄球、鉄球だね。で冷静にインク回復。処理がちゃんと言ってたね。ワンパンありがてえな。さあ灰色地味に初回、今回の動画内で。あらや、あらや、でしょ。久しぶりに普通に灰色使ってもいいなって思ったりもするな。よーいと、よーいと、よーいと。あっやべ、インクがねー。で、セット、いいよ、よいしょ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 、はい、オッケー。ノックバックが地味にあるからね、敵に対してもね。残ってますね。まあちゃんと使っていきましょう。のばばら。さあ干潮の通常ですね。干潮の通常レベル。パタパッと。とりあえずザコ処理で。いやヘビか。ヘビですね。大回りしながら
ーっていう絵の。ナイスマナイス。おお、柱ごといきましたか。オッケー、ナイス。前に突破、よいしょ。使う場所なかったな。いいな今の。いいね今の、なんか喋らずとも気持ちが伝わってる感すごい好きよこういうの。さあナイスでございます。いやーできましたね。うわー、やっぱ納品係が1人いると安定性がすごいね。50納品、さっき41納品とかしてくれてた人だよね。ありがてえです。お、あー1200は届かないか、惜しい。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。やっぱり40体より400体の方がやりやすい感は、拭えないですね。寄せがね、みんなちゃんと待つんだよ。寄せとかの鉄板とかの寄せってさ、鉄板ダイバー系の寄せってマジでね、理解してるしてないとかの差がでかくて、例えば鉄板はタゲ通ったりするやつだったり、ダイバーはとりあえず下だけ塗っておいて、あとはカゴの近くまで引き寄せたりっていうところだけど、特にダイバーとかに言えるけど、塗ったら足場を塗ってピコーンってやってアーマー剥がしたら、おお外雷びっくりした、アーマーとかを剥がしたらそのまま倒しちゃう人が多いんですよね。なのでね、まあ皆さんもね、寄せとか1回でもいいんで軽く動画とかで知識をつけておくと周りとの連携がしやすくなります。はい、一度ね、まあ僕は上げてないですけど他の方の動画とかをね見に行ってみてはどうでしょうか。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。